皆さんこんにちは2021年賃貸不動産経営管理士回答速報を始めていきます担当はレックス専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは皆さんお疲れ様でした、えー、今回回答速報というよりもまあ回答速報自体は レックのホームページね、えー、見ていただければ、えー、問いの1番から50番までね、えー、まあ回答が上がっておりますのでそちらで確認していただいて、まあ、今回私の方からは、まあ、その試験の、まあ、今年の賃貸不動産経営管理士の全体の、まあ、公表ですね それからここが一番気になっているところだと思います。まあ、えー、問題の難易度等々も踏まえて、おおよそどれぐらいのま合格基準になるかというところね、あくまでも私の試験ですからそれも踏まえてね、えー、話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。でですね、全体の感想としてはまあ 昨年までまあ国家資格ということで今年からなったので大きく変わるかなと思ったんですがそれほど大きくは変わりませんでしたねで難易度に関してはまあ若干やっぱりね、えー、難しくなってるかっていう気はしましたが形式面でまあ例えばまあ50問の4択というのは変わりませんけれども個数の問題がまあ3問だけであったりね、えー、それから組み合わせの問題が6問あってまあパズル形式で解けたっていうのもあったりするので。 思った以上に点数は取れたかなというのはまあ正直な感想ですね。それとやっぱりこの点はやっぱりね、えー、いいことだと思うんですが。 特にあの賃貸住宅管理業法ですねここからの出題が非常に多くてここは全体の雰囲気だけでは解けないってゃし,しっかり勉強しなきゃ解けない分野ですのでそこは受験対策をしっかりねまあレックなどを使っていただいて受験対策をしっかりされた方は比較的点数伸びたんじゃないかなっていう気はしておりますまあ一方まあ今までの流れの中であるいは、えー、宅建だけ勉強してその宅建の雰囲気の流れだけでやったりするとちょっと きつかかったかなということですねやはりまあ国家資格と歌ってる以上は、えー、まあ、ここからはね、まあ、正確な対策が必要となってくるっていうところなんですがまあ、そこのところはねやっぱり対策取らないか点数取れないという形にはなっておりますのでままあ、そこの点は良い点はいいかなと思いますでもう一つあまあまあ、今年も多少数んですね言葉のあやふやさとかはあったものの。 昨年までに比べるとかなり少なくなってますのでまあこれ言葉の読み取りとしてどっちとも取れるよなっていうのが比較的少なくなった点、えー、これもやっぱりね、えー、いい点かなとは思いますね。で驚いたところとしてはそれほど多くありません。まあ、先ほど言った賃貸住宅管理業法自体がまあごっそりね、えー、これ、まあ、具体的には問いの1番から5番までで管理住宅契約っていうことで5問程度出てきた後にですね 問いの29番あたりから、えー、今度は登録関係ということでね、えー、34問出てきてその後まあ これ実務知識も踏まえますがサブリース方式の方での、まあ、いわゆる、えー、勧誘の規制なども踏まえて、えー、管理業法自体が本当に10これで5問もうちょっと出てきたのかな、えー、それぐらいですので、まあ、ここは、まあ、特に勉強しなきゃね取れなかったこと、えー、まあそこは驚いたというか、まあ、ある程度ね予想、えー、の範疇なのでまあよかったことだとは思いましたね。はいでまあ、結論で言うと まあ内容自体はまあ冒頭に言ったように若干ですが難しくはなっているものの形式面で点数を取りやすいこととあとは勉強特に管理業法とかねしっかり勉強されている方は点数が取れているのでそうですね昨年に比べてえまあ合格基準点が下がるということはあんまり考えられないかなっていう点数だけで言うとねまあもちろんえ昨年と同じえ合格率っていうことを前提にした上でですがね えまあそうなってくるとうんそうですね、えー、昨年何ったかなまあまあ昨年のその点数用と一緒かちょい上ぐらいになるんじゃないでしょうかまあこれが私の正直な意見ですね。えー、というところでした。はい、ではまあ具体的にどういう問題かっていうところもいくつかね、まあ、取り上げてみていきたいと思いますがあの全50問があって。 で並びはだいたい予測通りでしたが、まあ、ちょっと予測の外れたところでいうと問いの1番目からね、えー、いわゆる管理受託方式における、えー管理えー、診断住宅管理業法ね、えー、これの規定が、まあ、5問程度続いたんですが、ね、ただ、ここの内容としては。まあ それほど難しかなかったですただしやはりこの管理業法はちゃんと勉強してないとね取れないというところがありましたので、まあ、そこはやっぱりね、えー、勉強、まあ、試験対策ができてるかできないかにかかってきたと思います。こ、まあ、この点もそうなんですが、えー、これ あのサブリース方式の方法であったとしても重要事項のの説明の問題が多かったですね、まあ、それこそ重要事項の説明書自体に、ね、何を記載するかということから IT 重設の方法、えー、あるいは充、まあえー、設の,その方法論も、ねえー、踏まえて ここはやっっぱり一番多かかた点でしょうかね、えー、管理業法については。それから、まあ、管理業法そのものじゃないんですけれどもいわゆる、えー、管理住宅の,その標準のひな形である標準住宅契約書、まあ、ここからの出題も、まあ、ある程度は予想されていたんですが、えー、ここも、ねえー、やっぱり出題がありましたというところです。 いいいわゆるるに何が書いてあるかっていうとうころね、はいまあ、その辺は勉強がおろそかになってるところかと思いますが、まあ、確かに、まあ、今回でいうと問いの5番目なんかは確かに標準管理住宅契約書ここにおいて、えー、代理権が授与されている事項が、えー、含まれているか含まれてないかね、まあ、こんなものはこんなものっていうよりも、えー、これ標準の、えー、管理受託契約書を、まあ、読んでないことにはさっぱりっていうことなんですが意外と本質ついてるので、まあ、ここでいう回答なんかは「 さすがに未未回回回収収収金金のののね紛争対応なんかは含ままれておりませんでこれは別にその、えー、標準の受託契約書自体を知らなくてもそもそも受託方式であれば債権の回収について争いがある時まで手を突っ込むと弁護士法の違反になるっていうところはもう散段なところでね、えーまあ、お話ししているところなんでそこの点から推測してさすがにまあ 管理する上でいろいろな争い事があって、まあえー、そこにね紛争に入っていくとなるとこれは、まあ、管理受託方式においては弁護士法に違反するというところが、まあ、知識とあればその標準管理受託契約書にこんなもん書いてるわけないだろうということでまあ 予測がつくところでしょうかね、まあ、こういうところは本質部分を聞いてるので、まあ、確かに、えー、標準契約書に何が書いてあるかっていう問題ですが本質部分を言ってるのでまあ、ここもね、えー、その辺練られた問題ではあったことは確かですね。はいでした。はい、えー、で管理受託契約も踏まえて、えーまあ、あのその内容を踏まえて管理業法ね、えー、これが5問ぐらいとあとは若干 一般、えー、問題数自体が少なくなったのが実務まあこれガイドラインも含めてなんですがそれから建築設備、えー、はまあ、これは例年通りかなっていうのが問いの6番ぐらいから続きましたね、えー、実務ガイドライン系は、うん、やっぱり出題が少なくなっておりますただガイドラインのところなんかはちょっと細かくあの現状回復のガイドラインなんかはかなり細かいところを聞いたりしてますのでここもやっぱり しっかり試験対策を取ってるか取ってないか、えー、ここでやっぱり変わってくるところだったでしょうね。はい、えー、で問いの12番、えー、13番あたりから12番からかな建築設備ですがここは昨年なんかよりも比較的点数取りやすかったのかな。あのーまあ 過去問で出てきたところがそのままそそっっくりも多かったしそれから、えー、まあやや常識感覚で取れる問題もあったりするので問いの12番からずっと行ってここはあんまり落とさずにいったかっていうところね、えー、問いの19番まで建築設備は合計で8問なんですかね、えー、そういったところをちゃんと取れてるかっていうところね、えー、考えておいてください。例えばです まあこれは過去の取材にもあったんですが住宅の教室ね えー、ここには換気のためにね、えー、必要な設備を設けなければいけませんがその時、まあ、普通間などで通常開放されるようなところは、えー、一部屋として見なすことができる、まあ、それだけなんですけどね、えー、できないバスっていう一発回答であったりそれから耐震の問題の13番なんかね、えー、その耐震の後方とこで、まあ、もちろん細かい規定としてね木造と鉄筋コンクリートはありますが木造においてダンパ波を取り付けても効果がないわけなかろうこういう。 まあ,あの言葉悪いんですけれども普通に生活してたらそりゃこんなもおかしいだろうってわかるようなね常識と過去問だけでだいたい取れたのがまあ建築設備の問題でしょうかねっていうところですね。えー、でちょいひねったとしても問いの18番ですかね。はいこちら給水設備、まあ、出るところはもうほぼほぼ予想してたんですけれども受水槽の天井とか底とかね、えー、ここは。 点検のスペースを設けなけけななればいまませせんん。ので、で基本、体とと用などははすることはできません、えー、点検ススペースがないのでね。まあ、ここはズバリというところじゃないんですけどやっぱり過去問からのね、えー、まあ出題、えー、基本問題でしたそれからこういうものね建築設備にありがちなんですけれども大きいと小さいを単純に言葉入れ替えてくる、えー、狭いと広いとかねで今回であったら正と不。 要は勝ち負けをこれ入れ替えてくる。生徒風ね、えー、これが換気の問題で19番でしょうかね。吸気のみの換気法、えー、機械換気吸気ね。吸気だけ機械換気すると一旦部屋の中がぐーっと狭まって空気圧自体が大きくなります。これを試験場では空気ね。室内が制圧。空気自体がこれがね、えー、密度が高くなるので制圧になるはずなんですが、反対の言葉風圧まあ、こういうのは？ 過去問でやり口をしっかり入れておけば、そしてまあ知識も簡潔なのでね、えー、今回のその建築設備の問題はまあ代表例を挙げたとしてもね、非常に簡単な問題が多かったですね。ここをやっぱり対策必要ですから、えー、しっかりやっていからっていうところもありました。はい。あとは問いの二十番から二十八番までがいわゆる民法、借地借家法を前提とした。 建物賃貸借の、まあ、ルールですね主だって借地借家法民法ということとなりますが昨年までに比べると試験、えー、数はあの出題数自体は減ってますかね、えー、例年10問以上、ねえー、これ出題されていたところであって、まあ、今年もある程度それ10問以上は出てくるというところだったんですが 実務知識も踏まえて賃貸借関係は少し少なくなってましたかね。えー、内容自体はまあ、難しくもなく簡単でもなくというところなんですが、やはりここもまあ私が一番好きなパターンね。勉強ちゃんとしていればちゃんと点数取れるということなので、まあ、ここもまあ両門が揃っていたかと思います。で、賃貸借関係はそれこそ資金の話から、えー、天体、それから定期建物賃貸借、えー、それから修繕義務も踏まえて、 結構多岐にわたってえててましたか、ねえーまあそこはやはりね、えー、差がついたところということのということはまあちょっと今解説というかね公表の途中ですが最初言った賃貸住宅管理業法から建築設備それからこの賃貸借関係のところも結論対策とってるもんに 取っては比較的点数取りやすい対策なしでいってる人は「うんちんぷんかんぷん」ンンンンっていうところがあるのでまあ非常に差が出るところでしたね全体、えー、のまあ途中ですがね、まあ、おそらくこの先もそういう傾向はあったかとは思います。はいで問いの 29番から32番ここが登録関係これも管理業法なんですかね、えー、そこで取材されていますまあここは内容自体はねそれほど難しくないんですけどここもやっぱり対策を取ってないと点数取りにくかったかなっていう気がしましたねはいで まあ驚きというわけじゃないんですけど結構今回予測以上に出題されたのがサブリースですね、えー、いわゆる、えー、特定賃貸借契約、ねえー、を、まあ、あの特定天体事業者が結ぶ場合のこの規制なんですが勧誘も含めてその他周辺の規制もいろいろ出てきましたがね特定天体事業者が行うその特定賃貸借契約ということを前提にしてね、えー、もちろんこれは管理業法からの規制なんですがここは。 結構突っ込んだところもあったので、えー、そこでだいたい十問、えー、問いの三十三番から、他の実務知識も合わせて八問、九問出てたので、ここはやっぱりね、ごっそり点数稼がなきゃいけなかったかな、というところでした。はいはい、その後はまあ宅建業法や税金が一問ずつぐらい出てきて、えー、まあここはもう例年通りですね。それから、内容としても、それほど難しくはなかった。 たですかねはいで五問免除の項目が問いの46番ですが例によってどこが免除科目というところの境がないので、えー、まあ今回も、えー、明確などこの分野を五問免除にしてるっていうのはわかりませんでしたはい具体的には保険、えー、ですね、えー、それから その他の法令とかね、えー、そういったところが取材されていますまあ、ここはやっぱり5点免除持ってる持ってない関わらず全範囲勉強していかなきゃいけないというところは変わらないと思います内度は非常に優しかったですのでまあ、免除持ってる人とも でなくてしっかり勉強対策してる試験対策取ってる人はやっぱりここも大きな利益不利益が出てこなかったとは思いましたはいまあ全50問の中のね、えー、まあ、えー、いくつかピックアップしながら見ていきましたがやっぱりまあ多少難易度が上がっていたとしてもね、えー、点数自体は取りやすかったかなというのが前提でしょうねはいでまあ え冒頭に言ったように合格基準がどうなるかっていうのはもう合格率自体がどうなるかわからないんですけれどもやっぱり昨年などの見ていったところどえ昨年までの参考にしたえ見ると同じ 程度の合格率であれば、まあ、受験者もお,およそレベル的には変わっていないとは思いますので、まあ、そうなってくると若干ですが点数自体は取りやすかったのかな、えー、それから曖昧な言葉自体がまあ非常に少なくなったので、まあ、その点点数は伸びるとは思います。まあ、かといって極端に上がるわけじゃないので、まあ、昨年通りぐらいの点数が上がっても1点ぐらいかなっていうふうには考えておいてください。はい、でやっぱり これからの対策、まあ、これからの対策今日しっかり点数取れてまあまあいいだろうっていう方はあるんですけどそういう方はそんなにね、まあ、え大体これぐらいの点数いけばいいっていうので、まあ、不安のある方がまあ多数見てらっしゃるかと思いますがやっぱり対策はこの試験特有の対策を取らなきゃやっぱり なかなか難しいっていう風になってます。あのまあ、例えば関連資格を勉強してまあ、流れだけで試験を受けるとやっぱりきついかなと思いますね。で、同じ賃貸借関係でもですね。まあ、宅建とかその他の資格試験で出てくる。その賃貸借関係とはちょっとね。あの論点自体がずれてるようなずれてるというのはちょっとね。あの実務上の色合いが強いということなんですが、まあ、そういうところから出てくるので、まも、あ、とその法律論のところもやっぱり、えー、この試験対策として。 やり直さなきゃいけないところそれから、えー、特有のこの管理業法ね、えー、賃貸住宅管理業法この、えー、まあ、おそらくこの管理業法自体の出題の多さはずっと続いていくでしょうからここの対策はやっぱりしっかりやっていかなきゃいけないっていうことねまあ、そうなってくるとまあ、手っ取り早いというかねやっぱり効率考えてまあ 予備校などを使っていくということだね。まあ一つの方法論だとは思います。はい。で他はやはりまあ建築設備であったり実務知識はまあこれはまあ、えー、昨年までの試験、えー、まあ今年も踏まえてまあ過去問これをしっかり、えー、対策取りながらね、えー、やっていけばそれほどね、えー、その他の科目によって差がつくことはないとは思いましたね。はい。まあ。 それほど大きく驚いたことはないんですけれども、まあ、それなりに試験対策としては来年以降考えていかなきゃいけないっていうところは大きく感じたところですね。はい、で,すねで、あのーまあ、最後になりますけれども、えーまあ、おそらく何点になってるかっていうところが気になるところですので、まあ、そこに関しては、まあ、これから、まあ、レックとしても、えー、多数、えーまあ、情報を収集してそしてまあ レックなりの,その合格基準とかです、まあ、正確に、ねえー、まあそこを判断してまあ皆さんの中に公表していきますので、まあ、その点も踏まえてご協力とともにそれからご自身の、ねまあ、自己回答がどういう状況になっているかというところ、まあぜひ,ぜひレックの方に、ねえー、まあホームページなどからね入っていただいてこれは知らせていただければこれよく、ねえー、ありがたいことですので、まあ、その点もよろしくお願いしますというところでした。はい では、まあ、まあ試験終わったところなんで、えー、なかなか、ね、今後の動きというのはしんどいところかと思いますがまずは一度お休みになって、えー、一旦た、ね、休みになって来年頑張らなきゃいけないあるいは、まあ他の試験資格試験とか入っていかなきゃいけないというふうになった方は、ねまあ、一度リセットした上でまた頑張っていきましょうね。ね、はい、では本日ですが賃貸不動産経営管理士、まあ、好評ということでお話しさせていただきました、えー、ありがとうございました。